大淀川第一ダムは、宮崎県都の城市、一級河川、大淀川水系大淀川に建設されたダム。高さ47メートルの重力式、コンクリートダムで、九州電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、大淀川第一発電所に送水し、最大55,500キロワットの電力を発生する。大正時代、 宮崎平野を流れる大淀川の水資源に着目した電気化学工業5月。まず、高崎町笛水において大淀川第一発電所の建設工事に着手し、1926年1月に運転を開始。1932年3月には、下流の高岡町裏の妙において大淀川第二発電所が建設された。両発電所で発生した電力は11万。 ボルトという高い電圧で福岡県大牟田市へと送電された。電気化学工業は1931年5月にダイオド川水力電気へ発電所の運営を任せるも、同社は1939年7月に電気化学工業へと合併。元の鞘に収まった格好となったのもつかの間、1941年11月には、 日本初送電へ譲渡され、最終的には戦後発足した九州電力の手に渡った。大淀川第一発電所は、当初、大ダムを伴わない水路式発電所であり、フランシス水車を用いた3台の水車発電機によって、最大1万5000キロワットの電力を発生していた。現在ある、大淀川第一ダムはまだ存在しておらず、発電に使用する水は、 その3 7キロメートル上流の観音瀬に建設した轟ダムから取り入れていた。轟ダムは高さ1 5ル未満の小規模なダムである。しかし大淀川は、この観音瀬付近から高岡町に至る中流部が長い峡谷を形成しているという地形的要因から、その上流にあたる地元、都の縄盆地では、河水が大雨の度に滞留しやすく、古くから、 水害の常習地帯となっており、トドロキダムの建設によって水害がさらに頻発すると懸念されていた。宮崎県議会も宮崎県内で発生した電力を他県に送電することには否定的な姿勢をとった。これに対し事業主体であった電気化学工業は公金を収めることと水害発生時には協議の場を設けるといったことを条件に着工へとこぎつけたのである。 トドロキダムに対し、大々的に撤去を求める運動にまで発展する契機となったのが、1954年9月の台風12号であった。集中豪雨により増水した大淀川は、トドロキダムで流路を阻まれ、都の常盆地一帯に氾濫。3500ヘクタールの農地が水没する惨事をもたらした。九州電力は、水害の現況として批判の下中にあった。 とどろきダムを撤去し、その身代わりとして、新しい大淀川第一ダムを発電所の直近に建設するという再開発事業を計画した。新しいダムは高さ47メートルと、旧ダムを圧倒する規模であるが、ダム湖の水面標高については、旧ダムのそれを上回らないよう設計されている。また、ダム湖に堆積した土砂も、水害の要因となりうることを考慮し、 大型の洪水吐きゲートを装備することで十分な排水、排砂能力を確保した。新ダムの建設工事は1959年2月に着工、1961年5月に完成。並行して旧ダムの撤去工事が進められ、1961年2月に完了した。既存の発電所については、 主水元を旧ダムから新ダムへと切り替えることで機能を維持するとともに、新ダム直下にも新たな水車発電機が設置された、ことで大幅な出力増加が図られた。大淀川第一発電所前景。宮崎自動車道、都の上インターチェンジから国道10号を北上し、都の上盆地を過ぎると観音瀬である。江戸時代、都の上領主であった、島津久人の命により、 周運のための水路を改作したと言われ、宮崎県指定文化財に指定されている。かつては、トドロきダムが、この観音瀬に存在したが、下流に大淀川第一ダムを建設する際に、撤去され、今や川西に記念碑を残すのみである。ただし、国土地理院の地図のように、大淀川第一ダムをトドロダムと表示している地図もある。大淀川第一ダムから北へ進むと、 宮古城市と小林市との境である。大淀川の支流、岩瀬川が境界線上を流れており、宮崎県営の多目的ダム、岩瀬ダムが野尻湖という一大湖を形成している。大淀川大淀川第一ダムを過ぎると岩瀬川を合流させ、下流の高岡ダムに流れ着く。大淀川第一発電所と歴史を共に歩んだ発電用ダムであり、 取り入れた水をダイオドが話題に発電所へと送水している。ありがとうございます。